こんにちは、ケーベックです。今回は川越の蔵造りの街並みを見に行きたいと思います。ここには駄菓子屋横丁と言われる駄菓子屋さんとかいろんなお店があるので、日中に行ったことがある人は多いと思うんですが、今回はあえて夜の川越見に行きたいと思います。かくいう私も川越には日中しか行ったことがございませんで、まあ何回か行ったことはあるんですけど、全てね、あの観光駄菓子屋等々がね目的でしたんで、明るい時間帯に行っております。そこでふと思ったのが、夜の川越蔵造りはどういった雰囲気でどういった表情を見せるのかなと思いまして、今回はね、夜の川越調査ということで、皆さんにおすすめできるかどうか確認しに行きたいと思います。こうイメージというか希望としては、まあ、街灯とかがちょうどいい感じに蔵造りの街並みを照らしていて、すごくこう幻想的というか、すごくクラシックな感じで見れたらいいなとは思ってはいるんですよね。まあただね、私のことですから多分真っ暗で何も見えねえんじゃねえかなっていうような気もします。安心してください、今回はちゃんと見えますよ。川越の蔵造りの建物が多く広まったのは明治26年の大火事が原因となってございます。この大火事で多くの建物が焼失してしまったんですが、焼け残った建物の多くが蔵造りの建物だったんです。蔵造りの建物は耐火性能に優れた建築構造となってございまして、川越の町を復興する際に、同じ惨事を繰り返さないように広まったと言われています。そしてこの蔵造りの住宅を、多く広めたとされているのが、なんと今も現存する大沢家住宅という、家屋になります。1792年に建てられたお家なんですが、川越の大火事の際にも、焼失することなく、今も現存する、お宅となってございます。重要文化財になっていて、まあ、観光地になっているそうなんですが、川越のね、町のシンボルである時の鐘の近くにあるみたいなんで、まずはここを目指していきたいと思います。現在7時1分で到着予定時刻が7時半ですね。まあちょうどいい感じに暗くなってる頃でしょう。ただ7時半って言ったらあれかな、まだ車も観光してる人も多いだろうから、ちょっと明かりがあれかね、いまいちかね、真っ暗にはなってないか。入間川を渡る頃にはすっかり日も落ち、いい感じで暗くなってきました。さあ夜の7時半でございます。もうすぐね到着なんですけど、どうなんだろうな、この時間にもお店やってんのかな。もしねお店やってたら娘にねお土産の一つでも買っていってやりたいもんですな。あ、菓子屋横丁って書いてありますね。あれ50メートルって書いてある、菓子屋横丁50メートルって書いてありましたな。あ、そこだ、今のところですね。今のところが菓子屋横丁なんだ。まずは時の鐘と大沢家住宅ですかを目指しましょう。あーっと着きました。あーっとこれはいいな。おい、いやー、この美しい街並みがこの街灯でね照らされて、さらにやっぱり幻想的になりますね。素敵。これまだ8時前なので車も多いですけど、これ街灯が何時までついてるかわかんないけど、もっとね遅い時間に来て、もっと交通量がね少なくなったら、もっとね音も静かで明かりもね絞られて、もっといい雰囲気になるでしょうね。うわ、いいわ。なかなかね日中ではねこういうふうに歩道もねバイクをして歩くのもねためらわれるぐらい観光客が多いとこですからね。こうバイクで来てもゆっくり見れるのがまたいいですな。見えますでしょうか、ここがシンボル時の鐘でございますね。何やら今改修工事やってるんですかね。まあただそれでもやっぱり川越のシンボルですからね、一度は見ていかないと。
さあ、続きまして菓子屋横丁の方に向かっておりますよ。この辺はね、普通にあれですね、住宅があるので静かにしていきましょう。川越のね、菓子屋横丁といったら長くてね、でっかいふ菓子が有名だと思うんで、お店がやってたらね、子供に1本買ってこうかなと思ったんですけどね、さすがにやってないですね。まあ今度ね、また子供と一緒に行きましょう。夜の川越調査終了。さあ、いかがでしたでしょうか。夜の川越、これね、おすすめできる。まあもちろんお店はやってませんけど、まあこのね、雰囲気味わうだけでね、十分おすすめできますよ。やっぱりこの街灯に照らされた蔵造り、すごくおしゃれでしたね。まあ僕が来たのは夜の8時前ぐらいでしたんで、もうね、あと1時間ぐらい遅かったら、まあもっと人もまばらで、もっと交通量も少なくて、もっとね、いい雰囲気だと思う。ぜひ皆さんも夜の川越観光来てみてください。お店はやってないけど本当に素敵なところです。まあ、ただ人も住んでますんでね、観光する際は騒音だとか、そういったことには十分注意をいたしましょう。さあ、そろそろ締めましょう。このチャンネルではこういったバイク動画、他にもいろんな動画アップしておりますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。